ことで知られています。ですから、まあ、アゼルバイジャンね、我々もね、もう一つ日本と比べたら、実は去年ですね、まあ、日本にとって、まあ、富士山も登録されたんですけれども、東京はね、オリンピックも開催するようになったんですね。実はアゼルバイジャンの首都バクーも2020年のオリンピックを立候補しました。ただは私こんにちは。こんにちは。聞こえないぞ。一番ね。